河野先生いけそうっていうのを伝えたいってこともみんなに。そうです、はい、もう自信ありなのをみんなに伝えて、はい、もう応援も力にしたいってことですね。あ、はい、そうです。なるほどね。はい、はい、こんばんは。こんばんは。5294トヨラです。トヨラ正輝です。ということで、はい、今日はなんかやりたいことがあるということで、はい、言われたんですけど、どんなことをやりたいんですか、今日。一着水神祭の予告をしときたいなと思って予告、はい、思い切りましたね。はい、まあ自分にプレッシャーかけとこうと思っていいモーター引いて、伸びもいいですし、全体的に良くて、今はちょっと伸びるようにした方が良さそうな感じなんで、伸び型にしてます。で、とりあえず今日、はい、一走終えてみて、はいはい、その感じも良かったんですか。そうですね、スタートしてから半停止ぐらいは除く感じあって、自分が下手くそだったんであれなんですけど、引っかからなければいけた感じがしました。2着までです。2着は1回。1回です。あの時も朝からいい感じで合ってて、うまく展開つけた感じがしました。本日はもう展開つくっていうよりは、もう自分から行けたら行きたいなとは思っています。買い時としては展示タイムが1番で、1周も1番で、スタート展示のスタートでタッチスタート行ってたら、ジャグラーでいうと55ランプがついてるぐらいの感じだと思っていただいて、プレッシャーをかけられた方がいいんですか、今までの人生。そうですね、あんまり意識したことないんで、まあ自分が成長するためにもちょっと今回プレッシャーかけてもらえたら、いい結果出るかもしれないなと思って。なるほど、ね、はい。でもこれ今自分でプレッシャーかけてるじゃないですか。はい。だいぶ緊張されてますよね。はい、もう緊張してます、ね。もう緊張してます。お父さんは最近、はい、その豊田君の走りを見て、どんなこと言ってます？ああ、もう昨日江戸川から帰ってきてたんですけど、はい、その後自分のレース見ても、はい、大変でした。大変大変というのはどうですか？走る位置がここじゃないとか、はいはい、まあちょこちょこ褒めてくれるところもあるんですけど、まあでもとりあえずね、ちょっと急に直すっていうのは無理だと思うので、はい、まあ褒められてるところを伸ばす方向で行ってもいいと思うんですよ、はい、スタート見えてるときはしっかりスタート行って、一気にもう全速でターンで口を全部まくるようなスピードターンをできるはずなんで、あそこはお父さんも、はい、頑張ってるなって言ってくれますか。まあターンスピードはいいけど、走る位置とターンマークちゃんと回ることですね。まあでもね、今回ね、はい、3回目のガマゴリですか。はい、はい、3度目の正直ってこともそうですね、ありますし、はい、先輩方も静岡支部の先輩もガマゴリで撮ってる人いらっしゃったので、はい、笑顔でも送って元気に勝ちます。勝ちガマ。まあ、本田さんもね、はい、実はね、水神祭の前にちょっと勝ち釜で動画を撮ってまして、なんか約束して、レギュラー水神祭あげたらレギュラーになれるみたいなのを約束したら、本当に撮っちゃったみたいな、はい、で自分も約束なんかありますか、ご褒美っていうか。いや、あれは愛ちゃんが言ってきたんで、じゃあなんかいいっすよ。じゃあ勝ち釜で自分やりたいことあって、やりたいことある、巻き添い食らいますけどいいですか。はい、じゃあもうそれはやらせてあげますので、はい、はい、ちなみに今日なんか双子座流星群らしいですよ、はい、夜中見えるんですか、流れ星が流れる日らしいんで、はい、ちょっとそれもねお願いして今日、はい、じゃあ、今節中に水神祭を撮りますので、ぜひ本場まで足をお運びになって、自分の船券買ってください。10万種出します。出しますか。はい。じゃあこんだけ言ってると多分みんな買うかもしれないでもいや視聴者さん限定ですよね。でもこのまあまあそうですね。どうしよう1万人気になっちゃったらなるわけないかいやそんなことない最後気合い一発入れときましょうか。価値が上がってはい、はい、勝ち釜。ちょっと待ってくださいこれは浜名湖の整備士さんにやれって言われたポーズなので、はいはい、もう一回やってもらっていいですか。はい、ちょっと下の方だったので浜名湖で何回も練習させられたので整備士さんに、はい、勝ち釜この手の角度も細かく言われてこれ何のポーズなんですか。よくわかんないんですけど、はい、次勝ち釜出たらこのポーズやれって次は整備士さんに言われました。なるほど初めての時は同期とかに言われたんです、はいはいはい、で結構みんな見てくれてるんですね今度。そうですね。意外と、はい、意外とって失礼